これは高級感があって使い勝手も良さそうですね。こちらは宮崎の企業が作ったスマートフォンケース、スレッジというプライベートブランドです。コンレザーを使ったスマホカバーを作りたい。もうそこが原点なんです。コンレザー、本革ということですね。本革ですね。縦17センチ、横 9.5 センチ。このサイズ未満の大きさであれば、どのスマホでも使用可能。高級感漂う網目ニシキヘビの革は、柔らかく丈夫です。横型だとこういうスマホケーススレッジはバッグの厚田陽子社長とデザイン会社の森美希社長のコラボ商品。開発コンセプトはいろんな機能を備えた大人の持ち物です。この裏ですね、はい、背面に隠されているこのカードケース、私の場合はよく使うクレジットカードを2枚、あとは電子マネーを入れておくと電子マネーを使う時にもピッともうかざすだけで使えます。カードケースには名刺や紙幣が入るポケットもあり、財布の代わりにも。おしゃれで機能的な商品ですが、開発前には否定的な意見が。その社内の意見というのは反対意見も多かったですか？社内の意見は 99% 反対ほぼ反対ほぼ反対。価格は1万5000円から。スマホケースにそんな金額を出すはずがないというのが大方の意見でした。しかし一昨年発売前に行った受注会では、男女を問わずおよそ100点の申し込みがあり、高品質なら高くても売れると自信になりました。宮崎発のブランドスレッジ、今後は、まあ、全国の駅ではなくもう世界にって行く日が来るのであれば、それはそれで夢を見てみたいと思いますし、ちょっとあれ気になるなって思う方がいらしたら、ぜひ使ってみてもらいたいと思います。牛革やトカゲの革などもあり、デザインも様々。バッグの厚田ボンボンボヤージュ店やインターネットで販売しています。